ペーター・テルティングは、ドイツバイエルン州、ケンプテン出身のカーレースドライバーである。カートで、1995年に、バイエルン州選手権を制したのを皮切りに、ドイツジュニア選手権、ドイツポップジュニア選手権でタイトルを獲得し、2000年に4輪のフォーミュラ BMW へとステップアップした。フォーミュラでステップアップする道は行かず、2002年にフォルクスワーゲンルポカップでタイトルを取り、2003年にはドイツツーリングカー選手権にも参戦した。2004年にドイツのセアトレオンクプラカップに参戦し、シリーズチャンピオンとなったことで、翌年以降、世界ツーリングカー選手権にセアトチームから参戦することとなった。2005年の同選手権では、初参戦ながら、メキシコで開催されたレースで1勝を記録した。翌年も引き続き同選手権に参戦し、最終的にランキング9位と、前年より成績を向上させた。しかしながら、セアト勢の中では最年少であり、これまで他のツーリングカーレースに、長年参戦していたリカルド・リデルとジョルディ・ジェネの後塵を拝することが多く、この年限りでシートを喪失した。1、上海ラウンドはノンタイトル戦として開催された。ありがとうございます。